ちょっとここで脱線しますけど父がですねある時宗教心に目覚めた、もう随分何年も前です、もう10年も20年も前ですけども、宗教心に芽生えまして、毎日仏前の、あの仏壇の前で念仏を唱えた方がいいというふうに思ったんですね。毎日やってたんですね、しばらく。そしたら何かきっとあのもっといいようにできないかなと思ったんでしょうね。カセットテープにそれを録音しましてそしてそれを毎日かけるようになって、自分は、それをあの念仏を唱えなくても仏壇の前では毎日あのお念仏が唱えられるという、なんか自分はいい発明をしたぞという顔でですね毎日していたのを思いますけれども、神様はきっと念仏を唱えることを求めていると、思っている。またはですね、お祭りが喜ばれるんじゃないかということでですね、夏祭り、秋の祭り、春の祭りということで、それぞれの神様がですね、それぞれのお祭りをして、もう本当にこうみんなで、こうどんちゃん騒ぎをしてお祭りをするっていうことがありますね。またはそういう 日なんか特別な日のお祭りだけではなく、祭ること、大事に何かしめ縄を張ったりとかして祀ることが、神様を大事にすること、神様が求めていること、そうしなければ罰が当たって災難が降りかかるというふうに思っていた、これが異教の神々に対する何を求めているんだろうか、神は何を願っておられるんだろうかという、そういう発想ですね。この時代のイスラエルはどうだったかと言いますと、宗教としての形式的にはお供え物、断食、お祈り、お祭りなどですね、このイスラエルでもしておりました。でも心は神様から遠く離れていたようです。心と生活が伴わない信仰だったために、北王国はこの時代、ミカが予言した予言むなしく、その予言通りと言ったらいいでしょうか、北王国はここで滅んでしまいます。形だけではグッド、良いということにはならないようですね。それではここからが本題。まことの神様は何を求めておられるのか、まことの神様が願っておられること、その願っておられること、求めておられることに応えるのでなければ的外れということになります。そしてそれは形だけではダメだ、形だけということも的外れということになります。さて、ではこの、後半のところを読んでみましょう。8節の後半3行です。皆さんとご一緒に読んでみたいと思います。それはというところからです。3、はい、それはただ公儀を行い誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。はい、3つのことが書いてありました。3つのこと、1つはただ公儀を行い、2つ目は誠実を愛し、3つ目が最後、へりくだってあなたの神と共に歩むこと、この3つですね。まず順に見ていきましょう。1番目の公儀を行い、この公儀という言葉、あまり日常会話では使わない言葉ですね。新聞や雑誌を見てもあまり見かける言葉ではありません。
なので、一般の辞書で何というふうに書いてあるかなというふうにちょっと興味を持ってですね、普通の一般的な辞書を開いてみましたら、公に果たすべき義務というふうに書いてありました。これは残念ながら聖書のこの公義という意味ではありません。一般的な、言葉として使う公義は公に果たす義務なんだそうです。でも聖書で用いているこの公義という言葉は正しいこと、義というのは正義の義ですね。なので正しいこと、それに公という字がついて、誰が見ても正しいことということですね。そして正しいことを公にするという意味でもあって、正しい裁きをすることという意味が、これが聖書の公義という意味です。なので一般の辞書では調べられないことですので、ぜひ覚えてください。正しいこと、誰が見ても正しい、そしてそれを公にする、正しい裁きをすることというのが公義という意味です。つまり白は白、黒は黒とすること、赤は赤だということ、これが公義ですね。人を見て裁きを変えない、強い人を贔屓しない、あの人嫌いだからといって別なことを言ったりやったりし、意地悪なことをして、あの人私の好きだからといってこっちの人には便宜を運ぶという、それは公義ではない。人を見て裁きを変えない、誰に対しても白は白、黒は黒とする、これが公義、公義を行うということです。皆さんは聖書でもこの公義なんていう言葉あんまり見かけないなと思われる方かことも、いらっしゃるかもしれませんが、いやいやそうではない、聖書の中に60回も公義という言葉が使われています。そして皆さんが大変有名なご存知の御言葉にも実は書かれている。その中の一つにですね、マタイの福音書の12章の20節、開かなくていいです、マタイの12章の20節、まあ後で開けるようにメモだけしておかれたらいいかもしれませんが、マタイ12の20にイエス様がおっしゃった言葉にこういう言葉があります、まあこれは、イザヤ書の引用でもあるんですが、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともないという言葉、聞いたことがありますね。傷んだ足、足が傷んでしまったら、足そのものそんなに、足という植物ですね、その足という植物そのものそんなに役に立つ木のように取ってきてこう火にくべることもできない、何か重要なということではない、それが折れてしまって傷んでしまったらなおさら役に立たない、そういうようなものであっても、イエス様はその傷んだ足でさえも折って捨ててしまうようなお方ではありませんよということですね。もう一つのくすぶる刀身を消すこともないというのも、くすぶる刀身、刀身っていうのはろうそくやランプ、灯火の火ですね。それがくすぶってたらどうなりますか。ブツ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 っていう風ですね、煙が出てもう煙たいだけ、光はこうもうついてるんだかついてないんだかみたいにくすぶってしまって、その灯火がくすぶってたら煙だけ出て何の役にも立たない、そしたらはって吹き消してしまうか、もうどうせくすぶってるんだったらもう
もう切ってしまえとかですね、吹き消してしまえっていう風にするかもしれない。でもイエス様はくすぶる闘心を消すこともないという風にですね、くすぶる闘心を消さないでくすぶり続けているのを見守って、そして火がつくように支え続けてくださる。これがイエス様の姿。このマタイ 12-20 の言葉が、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘心を消すこともない、その続きに公義を勝利に導くまではと続いてるんです。私たちは有名な聖書の箇所をここの途中までしか覚えてなくって、傷んだ足を折ることもない、くすぶる闘心を消すこともないでブンって覚えるの、ここで終わってしまうんですけども、実はこの続きに公義を勝利に導くまでは、つまり公義を表すっていう風なことが続いてるんですね。公義が勝利を取る、公義がはっきりと表される、つまり白は白、黒は黒、傷んだ足であっても生きている、だから生かすんだ、くすぶる闘心もくすぶってて煙たくっているけれども、闘心は灯火、光るものは光らせるんだ、白は白、くすぶる闘心は光るための灯火、そのように公義を勝利に導く、公義を表す、白は白、そのように人を見て裁きを変えない、はっきりと灯火ならば灯火として導く、これがイエス様の姿であり公義を行うということですね。私たちは強い人を見るとそれにおもねいてキュッて向きを変えたり、弱い人を見るとまたグッてこう向きを変えてやっつけたくなったりとかっていう、それは公義ではない。白は白、悪いことを見つけた時にも白は白、良いことをする時にも白は白、向きを変えない、都合に合わせない。さて2番目の誠実を愛し、この誠実という言葉、誠実とは状況が変わっても自分に不都合な状況になっても変わらない態度、これを誠実と言います。ですので誠実を愛して生きていく、誠実に淡々とことを成していく。新共同訳の聖書にはこのところの訳がちょっと違う訳し方をしていたので、ちょっとご紹介しますと、この誠実を愛しというところが新共同訳の訳し方では慈しみを愛しというふうになっていました。誠実を愛すか慈しみを愛す、誠実と慈しみってなんか違う感じがするんですけれども、慈しみというのは真心を込めて人に接すること、真心を込めて物事に接すること、慈しむということですね。愛を持ってということが言えるかもしれません。なのでこの誠実を愛しということは、慈しみながら真心を込めて人に対して物事に対するという
ということということになりますね。